女優の新行寺君恵さん、覚えてらっしゃいますか。70年代揺れる眼差しというキャッチの某大手化粧品会社の CM で、日本中がその美しさに衝撃を受けたことを。しかしいつの間にかお姿を見かけなくなりました。どうされているのか気になったので調べてみることに。新行寺君恵さん、新行寺の名字って珍しいですよね。日本全国でも500から600人ぐらいしかいないようです。新行寺は浄土真宗本願寺派の寺の一つで、人名や地名としても使われているそうです。現在すでに還暦の60歳、父親は建築家で、祖母と母親は仏教に熱心で信仰心が厚い人だったとか。東京の片隅の京浜工業地帯で生まれ育って、小学校の頃からその美しさは際立っていて、 NHK の子供音楽番組歌は友達に月1でレギュラー出演をしていた時、人気アイドルのフォーリーブスのメンバーの目に留まり、可愛いねと言われたことが学校中の噂となり、学校で女子からの妬みや嫌がらせにあったこともあるのだとか。バレエ教室に入ったことがきっかけで、中学時代ポーラ化粧品の CM で森の妖精に扮して踊る役に抜擢されて、その美貌は瞬く間に知れ渡り、1975年高校1年の夏に西武百貨店のモデルとして出演するや、翌年無名の高校2年生は資生堂の秋のキャンペーンモデルに選ばれ、当時まだ銀行員だった小倉圭さんの歌をバックに伝説の CM 揺れる眼差しでいきなりブレイクしました。時代もバブル真っ只中で、当時は資生堂と金棒の CM 合戦が社会現象にまでなる金手ぶりで、余談ですが翌77年金棒は電通社員の新井満氏によるワインカラーのときめきをタイアップでリリース。金棒宣伝部から切望されて作った曲は大ヒットし、年間チャート74位を記録。しかもこれで弾みがついて、新井満氏は芥川賞作家にまで上り詰めたという、今ではちょっと考えられないオチまでついたのです。何はともあれ、制作費3億円をかけた CM における16歳の無名の少女の神秘的で妖艶な美しさが表現されたポスターはルーブル美術館で展示されたことがあるほど、そのジャパンビューティーは世界的にも評価されていたのです。新行寺君恵さん、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いで、高校卒業後三船プロダクションに所属。なんといっても79年山田太一脚本ドラマ「沿線地図」の主人公の藤森道子役で知名度をますます高めました。相手役も懐かしい広岡俊さん。バイクのタンデムで疾走するシーンは広岡さんが羨ましかったのを覚えています。朝日ミニタルの CM でも吸い寄せられるような魅力でした。ドラマに歌に CM にと引っ張りだこだったにもかかわらず、80年には事務所の内紛により移籍することに。また同じ時期に同棲していた男性に妻子がいたことが発覚して、精神的にダメージを受けたりと、公私ともにトラブルに見舞われます。それ以降の女優としての活躍には、実はこれといった代表作がありません。それなのに彼女のことが忘れ去られない理由が、その後の彼女の人生の中にあったのです。新行寺君恵さん、1983年24歳の時に結婚。それを機に芸能活動を休止しましたが、新行寺さんの波乱万丈の人生はここから始まっていたように思います。というのも、夫となった大口博士氏は名曲「エメラルドの伝説」で有名な元ザ・テンプターズのドラマーでした。証券こと萩原健一さんとバンド仲間として活躍し、当時ライバルだった沢田研二さんのザ・タイガースと共に
グループサウンズ全盛期を担ってきた人物で、後に PYG というバンドでは、ショーケンとジュリーと一緒にやってきた人。その後は俳優として、あの伝説のドラマ時間ですよでデビュー。ショーケン主演のドラマ前略おふくろ様や、ジュリー主演のドラマ悪魔のようなあいつに出ていますが、ここまでなら単なるミュージシャン崩れのバーター出演する俳優という感じですけど、それだけではなかったのです。大口博氏は当時流行した DC ブランドのビニのデザイナーとしても活動していました。ビニといえばドラマ傷だらけの天使の証券の衣装はビニですね。80年代は本当にすごかったです。コムレギャルソン、ワイズ、イン&ヤン、ニコル、チュンメン、どれも素晴らしいブランドでした。音楽だけではなくデザイナーとしての才能もあり、ダンディな大口博氏とモデル出身の美しい新行寺君江さんの2人は誰もが羨むセレブカップルと注目を集めました。世間からは玉の輿コンとまで言われていたのです。しかしそれもつかの間、1984年大口博氏が大麻所持容疑で逮捕され、懲役6ヶ月執行猶予3年の判決を受け、会社から解雇されてしまうのですが、新行寺君江さんが資金援助をして2人で服飾会社プラクティス・オブ・サイレンスを創設。ここからはまるでジェットコースターに乗っているかのような展開になるのです。会社は大口さんの才能が開花し、洋服が飛ぶように売れ急成長を遂げます。バブル景気の波にも乗って最盛期は年商10億円を稼ぐほどに。1986年に長男も出産。バンドマンの大口博氏にちなんで名前はゲントと名付けたそうです。新行寺さんはビリー・ザ・キッドの新しい夜明けで第1回高崎映画祭主演女優賞を受賞し、まさに我が世の春でした。ところがバブル崩壊で売り上げが激減、会社は経営難に陥ります。新行寺さんも生計のため女優復帰しますが、いくらお金を稼いでも会社の負債に消えたのです。なんとか立て直そうとするものの、それまでの浪費がたたって1991年についに倒産。結局莫大な借金が残ってしまいました。新行寺君江さん、さらに不幸が重なります。夫の大口さんが C 型肝炎になってしまい、そのため高額な治療費が必要になり、ますます苦境に追い込まれることに。おまけに治療薬の副作用で大口さんはうつ病になって、酒に溺れさらに体調が悪化。新行寺さんはそんな夫に代わって一生懸命働けば働くほど夫婦喧嘩が絶えなくなり、2001年には自宅を手放して別居、2005年6月に離婚となりました。新行寺君江さん、お互いに新しい道を切り開くために苦渋の選択をした2人でしたが、さらに翌年倒産の負債のため新行寺さん自身も破産宣告を受け、自己破産せざるを得ず、マスコミに書き立てられることに。借金返済と夫の高額な治療費のため、ついには97年、02年の2度にわたって、ヘアヌード写真集を発売してまで、お金の工面に追われたといいます。それでも状況は好転せず、ついには女優なのに、洋服を買うお金もなくなるほど、困窮を極めたそうです。大口さんと別居してからは、実家で引きこもり同然、になったそうです。しかしそんな爪に火を灯すような妻の苦労とは裏腹に、大口博氏は離婚した年に知人女性と再婚ですが、 C 型肝炎から肝硬変になり、最後は癌になってしまいます。そして2009年1月25日58歳の若さで亡くなりました。その前年のクリスマスには
再婚した奥さんの計らいで、大口氏と新行氏さんと長男の玄斗さん3人で、親子、水入らずの時間を過ごされたそうです。その時には、すでに声も出なかった大口氏は、筆談で新行氏、君江さんに、こんな姿を見せたくなかった。ずっと謝りたかった。と伝えたと言います。それに対して新行氏さんは、望んではならないことまで、望んだかもしれない、ごめんなさい、と伝えたと言います。ここ最近の新行氏さんといえば、2014年公開のホラー映画、マザーに出演。その存在感を再評価されています。女優業の他には、中でも哲学的世界に傾倒して、NPO 場の研究所の研究員として活動されています。2008年、目覚めから命紡ぐ日々という自叙伝を刊行していますが、波乱万丈の半生をとても哲学的に書かれていました。実は、1992年にもシビラの式という風景写真と散文の書籍を出していますが、一説によると、ハリウッドスターのジョニー・デップは、1995年に初来日した際に、日本映画を何本か鑑賞して、米国のテレビインタビュー番組で、新行氏さんとコンタクトを取りたい、と語っていたそうです。新行氏さんが出演した映画を見て、神秘的な魅力に惹かれたのだと言われます。女優としての演劇活動以外に、踊り、フラワーアレンジメントや服飾など、多芸多才ぶりを発揮しています。さらに、株式会社美しくを創業、独自の化粧品のプロデュースも始めています。なお、息子の玄斗さんは、現在、ミュージシャンとして活動中。カエルの子はカエルなのですね。しかしながら、新行氏君江さんの乗った、ジェットコースターはまだまだ止まってはいないようです。いかがでしたか？あなたはどう思いましたか？私は、新行氏君江さんと元夫の大内博さん。こうして見てくると、二人とも似た者同士だったのかもしれませんね。どちらも溢れんばかりの才能で、夢を追い続ける二人だったからこうなったのかもしれません。これからも、新行氏君江さんからは目が離せませんね。それではまた、次回お会いしましょう。